はい、おはようございます。こんばんは。YouTuber 方面です。はい、今日はですね、山田三毛猫さんの、制作現場に来ております。あのね、月曜から夜更かしにも出られた山田三毛猫さんのとこに、ちょっと今日は来てます。こんな感じでいつも、あ、おられたおられた、こんにちは、こんにちは、今日は失礼いたします。いえ、今作っておられますね。ずっと忙しいんですよ。ああ、今ですね、山田三毛猫さんはですね、自分用がなくてですね、今自分用を作っておられます。はい、こんな感じでですね、前にね、私が焼き芋の動画を上げたので、あの後で概要欄に貼っておくんで、またそこでですね、どんな感じか見てもらえればなと思います。はい、でこんな感じでいつも制作されてますけど、知ってる人はね、知ってると思うけど、ツイッターとかね、あとブログでですね、あ、ブログが主かな、ブログの方で、こんな感じですって、いつもですね、毎日制作過程ここまでできましたみたいなことをですね、上げ取られますので、まあ、それもちょっと概要欄に、どうしようかな、リンク URL を貼っとこうかな。お願いします。はい、とかしときますので、ぜひご覧ください。こんな感じで、こんな感じで作っとられます。こんなでっかい、もう今ね、失敗の手直しやってるんです。ああ、なるほど。はい、こんな感じで上にはいろいろと予備のこれから作るであろう材料がたくさん置いてあります。手袋完成品、手袋が入ったのかな。ですよ。はい。って感じでですね。あとこんな風に道具がたくさんあります。もうすべて手作りで作っとられるという非常に手間暇をかけたですね、感じですね。うん。尻尾用ファー。感じですね。うん、これがふわふわとしたファーですね。これがでっかいですね。こういったものをね、たくさん用意されてですね、作っておられるという感じです。はい、そうだ、概要欄にあと、山田三毛猫さんのチャンネルの方もちょっと貼っときますんで、よければそちらもご覧くださいと。はい、じゃあこれで私は帰ります。はい、ありがとうございました。忙しくてなかなか、はい、おもてなしできなくてごめんなさい。いえ、はい、すいません、失礼します。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。